ヤングサッカーフェスティバル第3試合高校生の部が始まりました。今年のカードは県の新人戦3連覇を果たした清水市立商業と、正月の全国高校選手権で準優勝に輝いた帝京、高校サッカー界の名門中の名門同士の対戦です。この第3試合の解説は県協会技術委員岡本勲さんです。岡本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、この第3試合は大変豪華な顔合わせになりましたが、静岡のファンとしてはどうでしょう。このカード国立で見たかったですよね、正月に。そうですね、その通りですね。はい、まあ、清少の方は今年の全国選手権、あのまさかの初戦敗退から立ち上がりまして、県の新人戦3連覇を果たしています。さあ、まあ両チームともにいい選手も多くてですね、はい、この試合も非常に話題の多い、見どころの多い試合になろうかと思うんですが、岡本さん、今日はこの試合にどんなことを期待されますか。そうですね、両チームともね、高校サッカーが、まあ、リードしているチームですからね、はい、まあ、勝敗というのはもちろんですけどもね、内容のね、濃い、サッカーを期待 したいと思いますね。そうですね、はい、まあ、両チームとも全国に名を馳せた名門だけに、この後全国で対戦することもあろうかと思います。今年のチームをこう占う意味でもね、そうですね、楽しみな一戦となりました、はい、さあ立ち上がり早速清少が攻め込んでいます。スローイン真ん中にパコーンと落ちました。さあ、これはシュートチャンスか。大丈夫、ゴールキーパーを抑えます。帝京高校のゴールキーパーは伊丹です。立ち上がり、まず清少の方がぐーっと帝京陣内に攻め入っています。さあ、ポストになって松尾、右サイドを使っていきます。8番は石田、しかしこれはタッチを割りました。さあ、それではこの第3試合に臨みますメンバーをご紹介してまいります。まずは黄色のユニフォーム、帝京高校です。でゴールキーパーはゼッケン1番伊丹、ディフェンダーは2番川崎、3番青井、5番枝、7番露木、ミッドフィールダーが4人です。14番の石井、6番海老名、8番石田、9番の吉成、フォワードは2トップ。この10番の選手があのガンバ大阪の松並選手の弟、松並和幸選手、そして11番が松尾、以上の11です。さあ、一方ブルーのユニフォーム、県の新人戦3連覇を果たしています清水市立商業高校、ゴールキーパーは1番の柳田、ディフェンダーは3番大野、18番成田、12番柴田、16番山口、中盤は7番小林久明、アンダーセブンティーンの日本代表選手です。14番松本、6番早川、こちらはフォワードは3人です。藤本、漆畑、新田、4-3-3のフォーメーションでこの帝京を迎え撃っております。さあ、帝京が立ち上がり、左側のサイドでフリーキックのチャンスを迎えています。フリーキック蹴るのはこれは吉成のようですね。左足ゴール前に浮かしていきました。逆サイド折り返して、ここには詰める選手はいません。帝京、清少は14番の松本が持ち上がって、漆畑パスの相手を探します。新田はスルー、今度は右サイドに藤本が走っていますが、このパスは通りません。前半から岡本さん、ちょっとボールの動き激しいですね。お互いやっぱプレッシャーをね、はい、早くかけてますからね。もう少しこう相手のこう手の内、出方を探りながらかなと思ったんですが、いきなり来てますね。さあ、また松本がボールを持っています。左に叩いて漆畑がえぐる。清少は今年の新人戦3連覇を果たしました。まあ、県大会のその中部地区予選の始まりあたりではですね、ちょっともたついているかなという感じもあったんですが、まあ、中部予選ではね、はい、あまりいい、ゴール前でヘディングシュート詰めた、どうだこれは、入りました、ゴール決めたのは藤本です。11番の藤本、立ち上がりまだ4分、スローでご覧いただきます。逆サイドから飛び込んできた11番の藤本、先制ゴール、鮮やかですね。いかがですか。持ち味のね、空中戦からですよね、はい、セットプレーからヘディング、最後のヘディングと、理想的な点ですよね、はい。まあ、藤本選手はこういったその、まあ、大舞台というとあれですが、ここぞという時には必ず点を取ってくれますよね。1年の時からね、国立でも何でかね、はい、いい点を取りましたね。それからこの両チームは去年のインターハイ全国大会の決勝戦でも顔が合っているんですが、その決勝点も藤本が叩き出しています、はい、前半4分、立ち上がり早々藤本のゴールで清少1点を先制しています。
まあ、清翔の方はフォワードが3人いる、両ウィングがえぐって真ん中の新田がという早速いい形になりましたよね。まあ、その伝統的な清翔の戦い方で新人戦を制してきたわけなんですが、今年のその県の新人戦の戦いぶりをご覧になって、清翔の印象というのはいかがですか？選手権がね、ああいう形で1回戦で負けたんですけどね、はい、立ち上がり中部大会ではね、うん、まあ、自分たちのペースなかなかできなかったんですけどね、まあ、県大会ってやはり力をね十分発揮できたんじゃないかなと思いますけどね、はい、特に準決決勝非常にいいゲームをしましたよね、はい、岩田東それから静岡学園を4-1、これはいい勝ち方でしたもんね。特にこの今年の清翔のメンバーの中でこの選手目を引くなという選手いますか？そうですね、中盤でね、やはり7番小林君がいい形でね中盤をうまくコントロールしてますからね。1年生の小林久明ですね、はい、そうですね、はい、まあ、この選手このフォーメーションではまあボランチの位置に入っているんですが、この試合を大きく左右するキーマンの一人になろうと思います。さあ立ち上がりいきなり1点を先行された帝京なんですが、ここはどうでしょう、まだ時間帯も早いですしあまり焦ってはいけませんよね。まだまだ、ね、時間ありますから、はい、さあ気にすることもないですね、はい、海老名からこちら側のサイドに振ってきます。14番の石井が追いましたがこちら側のタッチです。さてこの黄色いユニフォーム帝京といえばこれまで全国選手権6回優勝、インターハイ2回優勝と、まあ、押しも押されない名門なんですが、岡本さんのこの帝京のイメージというか、はい、強みというのはどんなところにありそうでしょうね。そうですね、やはり都会のチームらしくてね、はい、スピードもあるし、うん、要するによく戦術をね理解している選手が多いですよね、はい、まあ、全国各地からこの帝京でサッカーをしたいということでたくさんの選手が門をくぐってきますんでね、はい、非常にレベルの高い毎年素晴らしいチームを作ってきます。さあ8番の石田が右サイド上がっていきます。そして松波が持ってもう一回石田前線に、そしてワンツー、これは抜けました。この辺は清翔よく守ります。もう一回詰めていく、これは吉成シュートか、いや逆サイドです。逆サイド松尾が詰めていきましたがあと一歩及びませんでした。帝京の方はどうでしょう、やはりゼッケン10番エースナンバーをつけました松波の動きというのが一つ気になりますね。そうですね、まあ、最後のところでどれだけ松波君にね、はい、ボールがつながるかだと思うんですけどね、もちろん松波君がねチャンスメーカーというね働きも必要だと思うんですけどね、はいはい、まあ、2トップですのでちょっと下がって自分でゲームを作るという働きも必要になるかと思いますが、はい、さあ右側のサイド石井が行きます。これは14番対決、松本がここは勝ちました。おっと選手が1人倒れてますね。清翔の6番は早川ですがハーフウェイラインちょっと自陣に戻ったところ、ここで足を払われたような格好ですかね。身長181センチあります、まあ、中盤をその抜群のキープ力で支えるこの早川ですが、まあ、まだこれから1年間ありますので、はい、怪我はちょっとできれば、やめておきたいところですね。早川君はもともとフォワード出身だと思ったんですけどね、はい、まあ、1年の時にはねだいぶいい選手と期待されたんですけどね、はい、まあ、なかなか今年2年の時にはね出る場がなかったんですけど、ね、はい、メンバーから外れてね、本人も非常に悔しい思いをしたというふうに言っておりましたけれども、さあ立ち上がり非常にボールの動きが速いゲームだったんですが、ちょっとどうでしょう、ここで落ち着いた感じですかね、まあ、1点入ってお互い肩の力が入れたんじゃないですかね、はい、まあ、ここからがそれぞれ相手のディフェンスをどうやって崩していくのかというその攻撃の組み立て合いになってきます。左側のサイド清翔、漆畑、そして山口が前線にボールを出しますがこれはいません。2番は川崎、ボールがこちら側にこぼれます。帝京高校の方は今日はバックスは4人で、まあ、リベロを1人置くような形ですよね。川崎君がねスイーパーになったんですよね、はい、まあ、清翔はね3トップですからね、うん、
まあ、その3人のスピードのあるフォワードにどれだけうちのディフェンスがやれるかなというふうに松原監督、帝京高校はおっしゃってましたが、この帝京高校の松原監督はこの帝京が初めて全国選手権を制覇した時のやはりスイーパーだったそうですね。はい、まあ、理想とするサッカーはやはりまずリベロを置いて守りを固めてシンプルにシュートまで持っていく、そんなサッカーを今年は作ってみたいというふうにおっしゃってました。さあ、またずっと上がっていきます吉成。今吉成のいいプレーが見られましたが、この選手が実は岡本さん、はい、ペルーからの留学生なんですよね。そうですね、はい、おととし南米に住んでいる帝京 OB の紹介で帝京高校初の外国人留学生選手として、まあ、このチームに加わりました。このチームでは5番の江田選手、それから9番の吉成選手、2人が、まあ、日系ペルー人3世、留学生ということで、まあ、なかなか南米の出身らしく非常に柔らかい足技を持っているそうですが、この2人の動きにもご注目をいただきたいと思います。さあ、新田がポストになって攻め込んでいるのは、しかし清翔、松本がスーッと叩いて漆畑が受けました。漆畑センタリングを上げればチャンスですが、この辺は守ります。さあ、清翔の方は今日初めてのコーナーキックを迎えました。このチーム今年はコーナーキックは漆畑が蹴るようですね。はい、さあ、コーナーキックからさらに追加得点を上げることができるか清翔。センターバック身長の高い成田も前線に上がっています。ゴール前に新田がいます。さあ、どうだ、いいドリブルがあった、合わせたシュート、ゴール決まった。また藤本インサイドボレーで見事なシュートですね。はい、はい、前半11分、藤本早くも2点目、鮮やか。いやー、しかしそれにしてももう一度ご覧ください、このコーナーキックも良かったですよね。最高のボールですね。はい、もうこれ以上ないというところに漆畑のコーナーキックが来ました。そこに右足ダイレクトボレーで藤本。この試合が始まって清翔のシュートはまだ2本、その2本のシュートがいずれも得点に結びついています。前半12分が経過しました。清翔2対0とリードしています。あ、こちらもダイレクトいった、もう一回押し込む、うわー、今いいチャンスでしたね。8番の石田です。いやー、しかしいいボールが上がりましたね、ここね。はい、そしてこの飛び込んだ石田の左足、いやー、さすがですね。まあ、立ち上がりちょっとその一瞬試合が膠着した仕掛けたかなとも思ったんですが、なかなかさすがに両チーム全国トップレベルの技思う存分見せています。今度は吉成だ、左足、いやー、抜けてますね。さあ、このボール漆畑が走りますが、これは大丈夫でしょうか。前線から激しくプレッシャーをかけていきます。漆畑体を入れます。どうでしょう、両チームとも互いにそれぞれ決定的なチャンスを迎えてますけど、ディフェンスのその動きというかはどうでしょうかね。両サイドからね、いいボール投げられてますからね、はい、もう少し両サイドのディフェンダーがね、うん、注意して上げるボールをね、いかに抑えるかがキーポイントになると思いますね。お互いに、はい、もう少しじゃライン際のプレッシャーを少しかけた方がいい、ね、ということですね、はい。さあ、また清翔の方は藤本が行こうというところですが、今日はそれにしても藤本冴えてますね。今日切れてますね。まあ、藤本は先ほどもちょっとお話が出ましたが、1年生の全国選手権の予選で、まあ、最優秀新人になる彗星のように現れましてね。途中でね、2年の時にですね、はい、1年の終わりですかね、ちょっと故障しましたからね、靭帯を痛めたり、それから恥骨炎を患ったりということで、ちょっと去年はまあ、あまりいい一年ではなかったんですが、さあ、今度はボールを帝京がキープしています。こちら側に走ってくる、これは石井です。石井どうする、一旦戻して石田がボールをキープ、バックラインに下げて枝から、これは足がかかりました。帝京の方はどうでしょう、攻撃の方はゼッケン8番をつけている石田選手がゲームメイクというか中心になっているような格好ですかね。よくボールをね、散らしてますよね。はい、どうでもいいですね。さあ、右側のサイドからえぐる、吉成が行こうというところですが、これはゴールキックになります。
このゼッケン8番の石田選手は群馬の南吉中学の出身なんですが、中学時代全国大会3位の経験があって、そのチームで主将を務めていたそうです。松原監督に言わせますと、非常にその独特のリズムを持っているということなんですが、はい、この試合でもそれが発揮されますか。非常に楽しみです。さあ前半まだ15分というところなんですが、試合は激しく動いています。清翔2対0とリードしています。4分に、そして11分に2本の藤本のゴールが帝京のネットを揺すっています。さあ原にさらに得点の上積みができるか。清翔激しく帝京陣内に攻め入っています。清翔の方は今日は大滝監督は所用で、ベンチの方には入っておりませんで、コーチの宮地コーチが指揮を取っているわけなんですが、さあまた右から藤本ですが、これはキーパー伊丹が抑えています。まあ、やはりその大滝監督に話を聞いてみますと、やはり県の新人戦を戦い抜いたことで非常にそのスケールアップをしたという、ある程度手応えを感じているようですね。はい、先ほどもね、言いましたけれどもね、はい、非常に最後いい形で、勝ってますからね、だいぶバランスも良くなってきてますね。はい、まあ、一方の帝京の方は東京都というのは冬の選手権のベスト8以上に行くと新人戦は免除というか戦わなくていいんだそうですね。そうらしいですね。ですからまだこのチームになってからは公式戦を戦っていない、まあ、それから入試あるいは卒業式とあったということで練習試合もままならないと、はい、そういう意味ではまだ帝京の方がちょっとコンビネーションというか、チームのその完成度というのはまだ一歩遅れているかもしれませんね。そうですね、まあ、最終的に引退、はい、それから選手権、その時にどれくらいのチーム力が、ね、できるかという形でやっていると思うんですけどね。はいはい、さあしかし帝京果敢に上がります。ゼッケン14番は石井です。さあ前半時計は25分から間もなく26分になろうというところ、残り時間10分というところになってきました。2対0清翔がリードしています。さていよいよ、まあ、残り10分あるいは9分というところで、帝京としてもそろそろこうなんて言うんでしょうかね、攻め込んでいい形を作っておきたいところなんですが、清翔の中盤のチェックが厳しいんでね、なかなかいい縦パスがスルーパスが出ないんですよね。清翔は絶対的にもディフェンスには力を持ってますからね。そうですね、はい、まあ、帝京の理想がその守りを固めるということなら、もう清翔のそのディフェンスの意識というのは高いですよね。はい、まあ、なんといっても体格的に大きな選手もいますし、また一人一人の個人にこれ素晴らしいですよね。フィジカルの面でも強いですからね、ヘディングも強いし、清翔の場合には一つの課題はやっぱやはり攻撃でしょうね。攻撃、はい、ある程度もうディフェンスは、まあ、合格点を出すというか、まあ、よしよしという形で攻撃陣に手こ入れをしていくというのが今年の課題になるんですかね。まあ、伝統的な、ね、ディフェンスの力ありますからね、あとポジションとか、はい、コンビネーションとか ね、 そういうね。さあこれは右サイドのオープンに長いボールが出ましたが届きません。走っていったのは14番の石井です。さあその清翔の非常に意識の高いレベルの高いディフェンス陣なんですが、帝京は松波の爆発みたいですね。いい形でね、ボールが送られてどういうプレーするか楽しみなんですけどね。はい、なんとかその中盤に頑張ってもらって、松波のこれぞ松波というシュートをこの草薙のコートでフィールドで見せてほしいと思います。さあそのためには期待がかかる8番の石田。しかしこれはパスミスになりました。新田がカット、右サイドに藤本にが走っていますが、これは通りません。吉成からもう一回石田がもらって、さあ左にこれは松尾、ボールに追いつけるか。清翔は柴田、いやしかしよく守りますね。なかなかゴールに近いところではボールを持たせてもらえません。松尾松波の帝京の2トップです。ボールを支配するのは清翔、クロスボールでサイドを変えます。藤本ワンツー、早川とのワンツーですが、さあこれは藤本が抜けました。中に新田が待って、どうする、流し込んで漆畑、
シュートはいけません、シュートまではいけません。さあまた新田がヘッドで前に出して、ここにも詰める選手はいない。さあ左側のサイド、今度は松本が追っていきます。どうでしょう、やはりボールの支配率も 6-4 かあるいは 7-3 で清翔が上回ってますかね。そうですね、フォローが早いですからね。はい、まあ、中盤は帝京が4人、そして清翔の方は3人と、人数では帝京もまあ負けるはずはないと言いましょうかね、負けてはないと思うんですが、ボールを持つその率というのは圧倒的に清翔が上回っているような、そんな展開になっています。これはやはりチームとして出来上がっているかどうかということなんでしょうか。両サイドの漆畑君と、ね、藤本君が、ね、はい、絡んでますからね、こういう中盤3人といっても結局は4人あるいは5人なんですからね、はい、まあ、そういった見方をすれば清翔の方はここまで持ち味が出てるかなというところですね、こちらは帝京の松原監督、ちょっと渋い表情になっています。まあ、この時期に清翔とできる、これをまあ今年の財産にできるようなそんな試合にというようなことをおっしゃってましたが、ここまではちょっとその清翔の力の前に押されている感じです。さあ手元の時計では30分を経過しました。残り時間5分になります。5分になったところで左側のサイドからいい位置でフリーキックですね。このリスタートから清翔のゴールを揺さぶることができるか。蹴るのは吉成です。ゴール前松並、はい、ラスト5分ですからね。そうですね、先頭打たいですね。さあいいボールが入った、ちょーんとヒールでいった、いやーうまいですね。7番の強気でしょうか、ヒールで流し込むような格好になりました。いやー帝京の選手はこういう技を持ってるんですねさあ残り5分、サッカーでは俗に言う危険な時間帯に入ってきました。帝京はこの間に点を取れるか。枝がずっと上がってきました。これはいい格好だ、松並センタリング、松並右サイドに流れながらのセンタリングでしたが、ようやくゴール前あの辺りで松並がボールを持ちましたよね。いいスルーパスが出ましたよね、はい、さあ依然としてオーバーラップする枝からのセンタリング、これはコーナーキックに変わります。しかしどうでしょう、まあ、欲を言えば松並はむしろああいうサイドでもらうよりは真ん中でもらいたいタイプですよね。そうですね、はい、右サイドに今オーバーラップしている5番の枝あたりが走り込んで、さあ今度はショートコーナーから切り返す吉成、ディフェンダー2人ですが中に送った、ボールが落ちます。クリアは小さいが大丈夫、カウンターですか、はい、さあカウンターで3対2、2対3になっています。さあ漆畑、ここはスペースがあります。真ん中に藤本、右に新田、これは、ちょっと風に流されました。センタリングが長すぎています。ゴールキーパーの伊丹が抑えました。さあまた前半終了間際、両チーム非常に激しい攻防。さあ前に行く吉成、超高いところはゴールキーパーの正面に抜いて入りました。ゴール、決めたのは吉成。前半の32分、帝京高校初の外国人留学生吉成、初めて清翔のネットを揺すぶりました。このパスを受けてここちょーんとうまく抜きましたね、キーパーの放った先ですね、はい、まあ、この選手は左利き、もう左足のボールコントロールには自信があるということで、最後押し込んだ足も左でした。さあ時間帯、危ない時間帯という話もちょっとしたんですが、その通り帝京が点を取っています。さあもう一回折り返すチャンス、さあゴール前持ったぞ、石田だ、必死のディフェンス清翔、新田はキープ、いやこれはファウルです。どうでしょうか、この時間帯に入ってちょっと清翔のディフェンスもバタバタっときてますか。そうですね、さあまた右サイドだ、石田にこれはいいボール、ダイレクトで中に入れる、クリアします。あー、このクリアも小さいぞ、過労して逃れます。しかしこの辺り押し上げが早い、もう一人のペルー人、枝右から、このボールはどうだ、上を越えていきました。ほとんど右サイドですね、攻撃がね、はい、この枝選手の攻め上がりというのがこの時間帯なかなか効果的になってますね、
非常に運動量豊富な選手、それから左サイドバックの露木選手と並んでチームではナンバーワンのスピードを誇っておりますこの江田選手。さあ左右からの攻めに苦しんでおりました帝京、この前半の終了間際左右のスペースを使った攻撃が出てきましたね。さあ今度は左か、いい形の縦パスがね、出始めましたからね、はい、だいぶ帝京もペースが出てきましたね。うん、1点を取ってちらっとやはり時間が気になりますか松原監督。いい感じでリズムを掴んでいます。ちょっとこのままハーフタイムに突入するのはもったいないようなそんな帝京の前半終了間際の攻撃、ゴールキーパー柳田を抑えます。前半の残り時間はあとわずかになりました。2対1、清翔のリードは1点と変わっています。さあまた松尾がヘッドで石田に持たせようというところですがこれはカットされます。やはり帝京もここぞという時のその攻めは迫力ありますね、スピードありますね。さすがに全国に名を馳せる名門中の名門です。フリーキックは柴田、前線に直接送りました。ボールには松本が行きます。運動量豊富なこの松本倒されました。さあここで清翔の方はフリーキックです。手元の時計はすでに35分を経過してロスタイムに入っています。これは前半清翔ラストチャンスになりますかね。帝京はこのセットプレー気をつけないとあれですね、はいはい、また藤本にも注意が必要か。真ん中に落としました。さあ走り込んでくる、うまくカットできるか。逆サイドにボールがこぼれます。ここで試合、いや前半終了を告げるホイッスルが鳴りました。非常にボールがよく動きます。レベルの高い試合、前半は2対1清水商業のリードで折り返します。ヤングサッカーフェスティバル第3試合後半のホイッスルが鳴りました。前半は2対1清水商業がリードで折り返しています。まあ、清翔のサイドをいっぱいに使いました迫力のある攻め、それから、まあ、帝京の勝負どころを心得たさすが帝京というような攻め、前半なかなか面白かったですね。そうですね、はい、清翔はリスタートが出てるんですよね、はい、で帝京もいい時間帯に点を取りましたからね、はいはい、岡本さんはこの後半はどんな展開を予想されますか。前半のね後半ぐらいからね、右サイドがだいぶね帝京の使えるようになりましたからね、後半もやはり両サイドどんどん上がってくると思いますね、はいはい、あるいはもう少し点が入りそうなそんな予感もしますね。そうですね、はい、両チームともに前半のメンバーと変わっておりません。それぞれのイレブンでこの後半戦を戦います。サイドが変わって左から右に攻めるブルーのユニフォームは急所、さあまた右のスペースにいい感じで帝京抜けました。これはまた枝です。枝がずっとここまで上がってきました。センタリング、ゴール前松尾、そして松波シュート入った、ゴール、失礼、これは吉成です。吉成のゴール決まりました。こちらも今日これが2点目。いやー、まずゴール真正面でしたね。松波選手かと思ってしまいました。これ吉成選手ですね。枝田君、それから吉成君、はい、お二人であれですね、出てるのディフェンスで頑張りましたね。得意な左足でこれも蹴り込みました。もう一度別の角度からご覧ください。このシュートです。キーパーの体勢もよく見て、いいシュートですね。ちょっとアウトへねかけましてね、はい、狙いすましてあれですよね。後半こちらも立ち上がり早々まだ1分、帝京早速同点に追いついています。さあ今度は松波がボールに行きます。右側のサイド、やはりどうでしょう、帝京のベンチからはそういうもう少しサイドのスペースを使えと、あるいは中盤もう少し頑張れよという指示出たんでしょうね。そうですね、もう1点ビハインドありますからね、はい、もう積極的に枝田君、石井君、吉成君攻撃に、ね、参加してますからね。まあ、じーっとこの戦況を見やります松原監督、やはりその視線の先はあるいは松波選手かもしれません。さあまあ前半の終了間際、それから後半の立ち上がり早々と、さあ松尾がシュートを打っていきました。
まあ、サッカーで言えばもう本当に点が入りやすい時間帯ですよね。もうそこでもう狙いすましたように点を取ってくる、このあたりが帝京の、まあ、強いなというふうに感じさせるところでもあります。勝負どころがね、本当に理解できてますよね、はい、ちょっとまだ公式戦を経験してないチームとは思えませんね。さあここは落ち着いて中盤で少しボールをキープしようという帝京。左側のサイド吉成には合いませんでした。スローインは7番の海老名が行います。この選手は実は静岡の、失礼、これ露木ですね、左サイドバックの露木、露木がスローインを行いました。さて一方この嫌な時間帯で点を取られてしまった清翔の方なんですが、はい、まあ、前半はリードして折り返してともかく何か気になるポイントみたいなのはありますか。ちょっとあの縦急ぎすぎですよね。急いでますか、もう少しあの中盤でためを作らないとね、はい、いい形でトップにボールいかないんですよね。そういえば今日は6番の早川のボールキープというのはちょっと見られない感じですね。そうですね、ボールあの触る回数がね、ちょっと少ないですね、はい、もう少しためを作って攻撃を組み立てると楽になるのかもしれません。さあこれも提供ボールから、さあその早川がボールを触りました。ちょんとここも出してしまいますもんね。ちょっと小林君、はい、小林君がですね、ちょっとさあ清翔の選手が一人、小林が倒れています。試合はしかし続行されていますが、ここでボールがタッチに出されました。ゼッケン7番の清翔、小林久明が倒れています。肩脱臼したかもしれないですね。ちょっと落ち方がね、肩が落ちましたからね。はい、心配そうな宮地コーチですが、無理かもしれません。大丈夫でしょうか。そっと起き上がりそうですけれども、まあ、この選手が、まあ、中盤の底から支えているわけですんでね。さあその小林大丈夫のようです。ボールをキープするのは吉成、そして右に叩いてここに石田がいます。カットしていったのはゼッケン3番の大野でしょうか。後半15分が経過しました。依然得点は2対2。さあこの後半の立ち上がり早々に帝京が点を取ってから、両チームは中盤での押し合いのような状態が続いています。さあ今度は帝京は松尾が行きます。松尾対柴田、松尾まだ追いかけます。まあ、ここはどうでしょうか。その時間帯としては先ほどの話で言えばちょっとなんて言うんでしょう、両チームね、ペースダウンする時間帯ですかね。立ち上がりはね、帝京ペース、その後ね、はい、清翔ペース、激しくゴールに迫ってましたが、はい、ここはちょっと試合そのものが落ち着いているような、そんな時間帯を迎えています。こちらは清翔の宮地コーチ、じっと戦況を見守ります。あるいは選手の交代のタイミングを図っているんでしょうか。さあ帝京のコーナーキック、これは2本目になります。吉成が上げる、いいボールできました。大きくクリアする清翔のディフェンス。さあここからカウンターに結びつけられるか。清翔走っていく、これは漆畑です。中に戻す松本、そして早川に通るか、通りました、これはうまい。さあ行ったら決定的なところ、外れました。つまり今のは行った、決めなければいけないところです ね。今のは決めないとですね。はい、もう一度ご覧いただきます。この早川のドリブルから、これはいいパス、オフサイドはありません。いいトラップしたんですけどね、狙いすぎましたね。はい、浜松丸塚修学、あのベルディの武田選手と同じ丸塚の出身、この日田です。さあ今度は小林が行きます。小林どうだ。はい、ゴールですか。ゴールラインを割りました。今のような形がね、出てきましたね。小林君のドリブル突破がね、はい、やはりこの小林もそれから早川もこうして前を向いてボールをもらった方がいいですね、まあ、そういう体制を作りたいというのが、まあ、清翔の本音でもあると思いますが、なかなか切り足鋭い清翔の攻めが一つ二つと見られました。後半に入って清翔のシュートがこれで5本、一方帝京の方は2本ということで、ここまでシュートの数では清翔が上回っています。実
清少の場合にはあと両サイドからどれだけ相手を崩せるかだと思うんですけどね、はいはい、ちょっと中にね偏りすぎてますからね、はい、持ち味のワイドな攻撃はちょっとこの時間帯は影を潜めています。逆に今度は帝京が清少陣内に入りました。強気がえぐってまだ行くか、いやダメです。どうですか、もうその清少と帝京が入れ替わったような、なんかこう帝京もこう左右のスペースうまくえぐってきますよね、さあボールキープ、独特のリズムを持っている石田から前線にフィードというところなんですが、柴田がカットしています。さあ新田、また石田、今度は右側のサイド、右左をうまく使っていきます。さあ松並がちょっと下がってもらって、ここで清志をカット、早川から藤本、そして新田、ここでちょっとプレーが止まる感じしますね。もう少し早くこうシンプルに叩いて、いわゆるポストプレーというところに磨きをかけたい、そんな1年生センターフォワードの新田です。ボールをね、早くこう動かすためには周りがね、その分早く動かないとボールがね、はい、パス回りませんのでね。そうですね、それからサポートの位置あるいは角度というのが重要になりますね、今日はディフェンスラインまで石田が下がってゲームをもう一回作ろうというところです。お互いに今の時間帯が一番きつい時間帯ですからね。そうですね、時間帯でどっちがね頑張れるかですね。はい、手元の時計では間もなく後半20分になろうとしています。依然として2対2、両チーム譲りません。まあ、やはりこのフルコートで35分ハーフというのはこの時期はちょっときついですかね。まあ、この時期というよりもね、やはり練習不足だと思うんですよね、まあ、シーズン的にね、はいはい、先ほど、ね、言いましたように、うん、まあ、逆に言えば両チームにとりましてここが頑張りどころということもできるわけで す, です、ね、はい、果たして先手を取るのはどちらか、そして決勝ゴールを叩き込むのはどちらになるんでしょうか。フリーキックからボールがゴール前だ、これは早川か、シュートを打っていった、決まった、決めたのは早川。後半20分、早川勝ち越しゴール、清翔3対2。いやー、しかしこの位置で早川がああいう体勢で持つと決められますよね。どうでしょうか、ちょっとここルーズになりましたよね、帝京は。16番の平野君がね、ちょっとこう詰めが甘かったんですね、はい、よく打ちましたね、思い切り、うん、ここからちょっと右サイドに流れながら思い切って右足でゴールを揺すぶりました。3対2、後半21分を過ぎています。3対2、清翔1点リードと変わりました。セットプレーになったですね、はい、はい、やはりどうでしょうか、セットプレーのディフェンスというのは難しいところもあるんですかね。そうですね、ちょっと気が抜ける場面ですからね、はい、さあ帝京の方もお返しできるか、右サイドからその平野が上げて逆サイドですが、まだあります。ライン際、強気、中に放り込む、石田がいる、松本がヘディングで競って、まだあります。右に跳ねて松並、そのまま行こうというところですが、ディフェンスが勝りました。さあどうですか、帝京はもうここは点を取りに来る、そういう意識ですかね。松並、はい、単純に両サイドからね、ただ、うん、ロビングボールを上げるだけではね、強勝もヘディング絶対強いですからね。そうですね、はい、速いボールとかえぐ、うん、ってね、上げるとか逆サイド上げるとか、はい、工夫がないとなかなかね、ちょっとできないと思うんですよね。さあその松並、松尾という2トップにどれだけ工夫のある工夫した球を送れるか。さあ強気が上がってきました、松尾から石田、落としたところをシュートに持っていきました、上がっています。さあこの時間帯はこの強気の上がりがなかなか効果的、攻撃に厚みを加えています。逆サイドに振った、手を上げてボールを呼んだのは石田、左足ふわーっと浮かした、
吉成が詰めていきますが、あと一歩及びませんでした。狙いはいいですよね、少しずつこう変化が出始めているというか、はい、早い遅いいろいろ取り混ぜて、なかなか厚みのある攻撃ですよね、常にこうサイドチェンジを考えてますからね、帝京の方もね、はい、さあ、あるいはあるですね、さあフリーキックになります。この時間帯帝京が一気呵成にまた同点ゴールを奪うことができるのか、それとも清翔が踏ん張って突き放すことができるんでしょうか。ちょうど清翔陣内中央付近でのフリーキックになります。さあ走って動いてもらうのは石田だ。石田打てるか、うわ足りませんでした。いやこの辺もこの石田選手、まあ、独特のリズムがあるというふうに松原監督おっしゃってましたけども、なかなかいいですね、その戦術眼というか攻撃の組み立てというか、いい狙いを持ってですね、はい、ですよね、まあ、このまま成長すれば上のレベルでも通用する選手なんだかなというふうに言ってましたけども、はい、さあその松原監督の目の前でのプレーになります。さあ今度はどうだ、柔らかいボールでシュートが松並、うわいいシュートです。これは打った松並も素晴らしいが、抑えた柳田も見事ですね、非常にその反転してのシュート、この切れ味にはやはりと思わせるものがあります。さあ今の松並のプレーです。ここから振り向いて早いですね、反転がね、はい、点を取れますね、こういうやっぱセンターワードね。そうですね、はい、まあ、今年1年高校サッカー界をこう賑わすであろう松並のその実力の片鱗が随所に覗いています。さあ逆に今度は清翔がゴール前に攻め込んでいる。これはこのフィードは大きすぎました。柴田のフィードですがゴールラインを割っています。さあ25分を経過して後半は残り10分ということになりました。さて岡本さん、はい、まずここは帝京としてはどんなことを考えたらいいんですか。そうですね、もう、まあ、負けてますからね、やはりディフェンスラインがもっと押し上げてね、サイドからやっぱ攻撃を仕掛けるっていう形を作っていかないと点は取れないですよね、はいはい。まあ、今日はエキビションマッチですので負けても失うものはありませんから ね、はい、とにかく点を、はい、積極的に、ね、攻撃してほしいですね。松尾のいいヘディングシュートもありましたが、とにかくここは点を取りに行きたいというのが、まあ、帝京の残り10分のプレーになると思います。期待がかかるこの松並、そしてこれは石田です。長いゴールキックで前線を伺うところですが跳ね返されます。山口から古柴田へ、古柴田がボールを持つ。さあそしてスイッチするようにして松本が上がってきました。左から松本がぐーっと上がってくる。パスを出してセンタリング、新田ヘディングシュート、ゴール新田、古柴田から新田、鮮やかなヘディングシュート、これが新田のプレーですね。いいオーバーラップだったんですね、これ、はい、そして古柴田が上げて、ね、宮サイドダイビングヘッド、完璧ですね。もう文句のつけようのない点です。まあ、試合が始まる前から帝京の松原監督はこの速いフォワードの動き、これどうかなということを盛んに心配していらっしゃいましたが、この試合終盤に来てその速さが、そしてうまさが点差に結びつく、そんな形になりました。4対2、ちょっと突き放された格好になります帝京。さあまた早川が行きます。ワンタッチで抜けるか、ボールがこぼれています。これはキーパーチャージになりました。倒れているのは早川です。まあ、この小林から縦パスをもらってワンタッチでここを抜こうというアイデアはいいですよね。危険なプレーですね。おっと、そして早川がペナルティーエリアの真ん中で倒れたまま動けません。ちょっと今鎖骨かなんかやってるんですかね。感覚が出てきましたね。落ち方がちょっと悪かったんで心配ですが、交代するでしょうね。はい、
なかなかキープ力がありまして、この帝京の、失礼、清翔の中盤にはなくてはならないこの早川なんですが、ここは大事を取ってまずコートをフィールドの外に出しまして、代わりの交代選手を入れるようですね。ゼッケン19番の選手がスタンバイしているようですが、さあプレーは始まっております。どうやら清翔は早川に代えてゼッケン19番の鈴木が入るようです。さあ4対2とリードして早川を欠くことになりました清翔。まもなくこの後半残り時間は5分ということになります。いやどうでしょう、早川ちょっと心配されますね。ゼッケン19番の鈴木高政が入ってまいりました。4対2清翔がリードしています。メンバーの交代を決定いたします。さあ残り時間が5分を切りました。清翔の方はゴールキーパーも変えるようです。ゴールキーパーは17番、あ、ゴール前、その変わったばかりのゼッケン17番武田のところにボールが行きました。さあこの辺り、まあ、清翔のベンチ、それから帝京のベンチも少しずつ動きが出てまいりました、まあ、4対2ここで帝京を下すということになりますと、まあ、清翔にとってはこれ以上ないその武者修行といいますかね、経験になりますね、はい、いい形で点を取れましたからね、はい。まあ、藤本が2点それから新田も1点ということでいい形で点を重ねてきましたこの清翔です。まあ、しかしどうですか、県内その見渡して今年も静岡県内勢力争い楽しみですよね。そうですね、清翔それから清水東あるいは静岡県といったところを中心にして楽しみです。さあ振り向いて松並か、松並ゴール前、これはディフェンダーよく体を詰めています。まあ、しかし静岡の中でも中心に攻撃する清翔。さあ今度は右サイドからえぐった、折り返してシュート、石田のシュートですが変わった武田よく抑えました。ナイス反応です。たったばかりで2回で、チャンスをすでに防いでいます。はい、変わったばかりというのはなかなかその、ゲームにフィットしていくのが難しいと思うんですがね、最初にどういうプレーやるかでね、はい、随分違います。さあコーナーキックが行われますがその前にメンバーチェンジが行われるようです。帝京の方は2人選手を変えます。ゼッケン15番の木町それから18番の麻生、この2人がコートに入ってくるようです。まあ、先ほどもお話ありましたがこの辺りはなるべく多く選手を試そうというところでしょうね。経験させるということですね。はい、まあ、清翔とできるはめったにありません。さあ帝京これは3本目のコーナーキック、どこを狙ったか、逆サイドにこぼれていきます。これがヘッドで競りに行きました3番の青井選手。得点は4対2、手元の時計では残り3分を切っています。終了間際の攻防、やはりここまではどうでしょう、その決定力という面で清翔にちょっと軍配が上がっているかなという感じですかね。少ないチャンスね、はいはい、決定力ありますね。両チームベンチの方が慌ただしくなってきました。清翔の方は今度はゼッケン5番の小永井選手を入れます。さあ攻め込んでいるのはしかし帝京です。これはファウルスローになりました。さあ4対2ちょっと突き放された格好の帝京、なんとかもう一度いい形で清翔のゴールを狙ってほしいところ。後半終了間際の攻防です。さあしかしいい感じでサイドを変えました清翔。小林です、右側のサイドボールをうまくこぼしました。抜けるか、ここはしかしディフェンスが2人いる、これはファウルになりました。14番の松本ですが粘りましたがここはファウル。さあ2点差を追いかける帝京の試合終了間際の攻撃に期待したいと思います。自陣からのフリーキック、そのまま縦に松並が受けて
ここはさすがに清翔もよく守ります。もう一回作り直し、帝京松並が左側のサイドに来ています。さあポーンと浮かせたまでディフェンダーをかわします。松並がスローイン、18番は麻生。しかしこの終盤に来ても清翔のディフェンスは、まあ、落ち着いてはいますね。そうですね、もう2点、ね、勝ち越してますからね。はい、慌てるところはありません。この松並をどうやら封じ込むことに成功しそうな、そんな雰囲気です。最後の意地を見てほしいですね。そうですね、帝京、全国選手権優勝6回のその名門、意地を最後に見たいところです。向こう側のサイド、これはそのままタッチを割りそうです。5番の枝、今日は再三いい攻め上がりを見せました。清翔が帝京陣に攻め入っています。さあゴール前だ、またボールはこぼれたぞ。これはこぼれたシュート、左側からえぐって中に入れた、クリアです。いやー、いい形でゴール前にボールが来ましたがね。さあ手元の時計では後半も35分を経過しました。ロスタイムの攻防に入っています。4対2リードしているのは清水商業。これはオフサイドフラッグが上がっていますが流します。両チームでもこの終盤も気合入ってます ね。 そうですね、なかなかいい動きで互いに攻め合っております。さあまた向こう側からスローイン、長いボールをゴール前に入れてきた。クリアがちょっと小さい吉成、向こう側のタッチを割ります。レフェリーが今ちらっと時計を見ました。まだロスタイムはあるようです。さあ帝京、残り時間で名門の意地を見せられるか。落ち着いてサイドを変えます。この辺り最初のディフェンスの出足がいい柴田。これぐらいのレベルになりますとちょっとしたねパスのコースの乱れでね、もうチェックきますからね、はい、そういう意味では試合開始当初から非常にレベルの高い緊迫感のあるゲームでした。この高校生の部第3試合です。さあ帝京がボールを出せるか。これは麻生、途中出場の麻生です。吉成がここにいます。そしてセンタリング中に入れるがカットしていきます。さあ逆にこれは清翔がカウンターにつなげ合おうかというところなんですが、ここで試合終了を告げるホイッスルが鳴り響きました。4対2清水商業2点差、4対2で帝京高校を下しています。まあそれにしても岡本さん、はい、まあ、結果は4対2になりましたが、両チームなかなか持ち味を出したいいゲームでした。そうですね、このチームとしてはね、まだチームできたばっかりですからね、新チームね、はい、まだ未完成の部分が多いんですけどもね、うん、でも個人的にはね、非常にこう光るものがね、はい、随所に見られましたよね。清翔はやはりリスタートからうまく点を取ってきましたよね。そうですね、やはりヘディング、強いですね。さあ一方敗れはしました帝京ですが、印象はいかがですか。そうですね、やはり一人一人がね、戦術がよく、ね、理解されていますしね、はい、試合どころのやっぱ勝負どころというか、そういうところも、よく理解できてるんじゃないかと思いますよね。はい、まあ、この後今年1年のこの両チーム非常に楽しみです。まあ、全国の舞台でこの両チームが相まみえることもあろうと思います。そうなることを期待しながら、この辺りで草薙球技場からお別れしたいと思います。第3試合の解説は岡本勲さんにお願いしました。岡本さん、どうもありがとうございました。どうも、失礼しました。